まあ、これがフロリダということですね。じゃあこのフローになるためには、あ、じゃあノンフローになるのは何でですかっていうことなんだけど、なんでなるの？ノンフロー。なんで人間は気分悪いの？マイナス思考。ああ、マイナス思考。コイコちゃん。ノン。心。ノンさん。あ、これ認知能。認知能。心。まあ、これ人。人間は認知、外界からの影響を受けて認知をするわけだ。例えば、環境、出来事、他人、この3つから影響を受けるんだ。つまり、例えば環境、雨が降ってる、はい、雨が降ってるんだけども、それを人間は勝手に意味付けをするわけだ。雨、気分はどうなる？まあ、ランラン、憂鬱、憂鬱だよね。でも、その憂鬱だっていう意味付けしたのは誰ですかっていうとこ自分だよね、はい、だって雨は単に水が降ってるだけだから、はい、憂鬱な雨っていうか別に降ってねえんだから。人間は勝手に認知を発達させて意味付けをしちゃう。例えば出来事、ね、昔例えば、君は苦手なスポーツ何？苦手なスポーツ、陸上。陸上、はい、じゃあ陸上で何で苦手なの？まあ、走るのが遅い。走るのが遅い。持久力が上がり、持久力がない、はい、でもそれってむっちゃ練習した結果そうか。いえ、そうじゃない。はい、つまり、あんまり練習した状態じゃなくて、他の小学校、中学校の人と競争して、自分は比較的遅かっただけだ。はい。で、選ばれたりしなかったわけだ。はい。うん。それがトラウマとなって、つまり過去の出来事になって、自分は陸上が苦手だっていうのを勝手に自分が決めてたわけで。はい。うん。ひょっとしたら、練習すれば、茨城一早い、ランナーになったかもしれない。それは分からない。でもトラウマがあるから、自分は陸上できないっていうトラウマがあるから、例えば今走ろうと思っても、例えば子供が生まれて運動会に行きますよって言っても、ちょっとお父さんは走るのはちょっとつってな、始まらない。それは過去の出来事なんだ。これ勝手に意味付けしちゃってる。はい。まあ単には分かりやすいよね。まあ嫁さんと喧嘩したって言ったら、もう完璧に他人に支配される。つまり外界からの影響を受けて人間は脳で認知をして、ここでフローがノンフローになってるわけだよ。みんな気分良くなったり悪くなったり、例えば試験に受かるっていうのも、合格っていうのはこれ環境だからね、できるのだから、はい、でその合格っていうことに関して、合格したらフローになる、合格しなかったらノンフローになるっていうことで左右されてる。結果 100% コントロールできないか、腹痛くなるかもしれないし、そうです、はい、うん、でもこの意味付けを自分で勝手にしちゃってる。雨が降ったらただ単に傘を差しゃいいのに、パフォーマンスとしては、ただそれだけなのに、自分で勝手に雨嫌だなって意味付けをしちゃってノーフローだったわけ。だから台風来るぞと、台風来るぞは関係だ、台風の立場に立ってみたら台風、嫌な台風なんか一個もなかった。はい、台風は台風なんだ、ただ回ってるだけ、連中でも俺らが勝手に水気をして台風行こう、嫌だなというふうに言ってるだけ、まあ、これは認知度で。だからなんでノンフローなんですかっていう回答は、認知度を使ってるから、つまり脳みそを使ってるからっていうことなんで、はい、うん、じゃあどうすりゃええんやと、こういうことで出てくるのがポジティブシンキングだね。この意味付けをちょっと変えましょうか。ポジティブにしましょうか。よくやるよね。雨が降ってきた。憂鬱が嫌だ。意味付けをした。じゃあそのマイナスの意味付けを無理やりポジティブにしましょう。
この雨も非常にありがてえんやと、この雨が降んなかったらこれも飲めねえなというふうに考え始めるのがポジティブ心理でも、そうやって考えてるうちはまだまだ認知能に支配されてるまた限界があると。で、さらにもともとポジティブの人だったら別にポジティブシンキングに全然いいんだけど、もともとネガティブの人がポジティブシンキングやったらもっとひどくなるから、ポジティブシンキングしようっつってのにポジティブなんねっつって飲むのだったから、ますます飲むのだったから、だから限界なんだ、じゃあそこで次何にするのっていうと、不快対策思考っていうやつに入るわけだ。人がまあ簡単に言うと諦めるとか逃げるとかどんまり気にしないとか耐えるとか我慢するとかいう不快対策思考っていうやつに入る。だから次試験あと1ヶ月やとで勉強進んでるとか、まあ、ちょっとこれ受けに行ってもまずいかな、だからちょっと今回は諦めかなってなったら、それは諦めたらその一瞬は楽、落ちるって経験したことするから受かるって経験できる。でもじゃあ諦めたらなんか進歩あるんですかっていうとないよね、だってまた次どうぞ同じことやる、そしたらまた同じような状況になったら、今回は諦めかな、逃げんかなって、いや、おっぱじまる、何の解決策もない、いうのは立っても逃げ癖がある、全然進歩しなくて年だけ取っていくと、気がついたら30、40、50になったと、俺の人生、私の人生、逃げてたばっかだなって後悔が起こる。これが深い対策。じゃあどうすればいいの？というと、ここに出てくるのが今の話は認知能に、つまり脳みそに直接投げかけるっていう手法でやってきたけども、心に直接投げかければいいんじゃないかと。